皆さんこんにちは、ミカミックスです。教科円卓高校やっていきたいと思います。で、今回はちょっと立ち回りをね、なんか学びながらというかやっていきたいと思います。ヒーローエピック9回っていうのがもうどうしても無理なんで、まあ、ちょっとそこを意識しつつ、エンタクルスを回していこうかなと、思います。で、デッキの編成は、まあ、いわゆるテンプレデッキになってます。で、金徳不確定組が3人いるんで、まあ、これをね通過できるかどうかっていうところも一つポイントですねと。では最初の練習に関しては、まあ、ちょっとなごみちゃん上げておきたいんで、なごみちゃんやりましょう。まあ、エンタクルスがね出るまでは、あれいきなりラブパワーが発動した。ちょっと評価上げをしていって、なごみちゃんをずっと追ってらんないんで、そもそも上げられるときに上げていきましょう。で、いないから監督評価もねちょっと足りなくなるんで、どうしてもね円卓回しが最重要になるんで。で、まだ人が誰もいないんで、ここは何もできませんと。だから勧誘だよね、やっぱり勧誘が最重要だけど、5人勧誘しておくか。で、アーサーっていうか、その円卓のマス目が12マスあるんで、時計の1時を1番だとすると、まず1番のアーサーは絶対回収したいでしょ。で、10番の赤原も回収したい。この2つは最優先なんですけど、もうすでにこれ馬が手に入ってるんで、レベル1の練習をしても1番が開くことはないんでしょ、ないんですよ最初。だからまあここは、まあ、2番のモード組んでいきますか。これはヒーローエピックが出るはず、一番最初は。で、そこからまあどうしていくかだよね。で、これはやるでしょ。そう、ドーモくんが出て、で、そうするとここのエピックも回収しておきたいんだよな。ここ人がいっぱいいるけど、ここもまあ3人勧誘できるんで、ここをちょっと開けときましょう。なごみちゃん追加が発生してくれれば体力が回復する。きたー、もう何でもいいよ、ありがとう。で、エピックでしょ、ここやっておく。で、あとはね、赤原、10時の赤原を開けたいんだけど、今この現状だと2つだから、ここ赤原開くんじゃないか。2人勧誘できるし、ちょっとなごみちゃん開けたい気がするけど、ちょっとまず赤原欲しいから、これ開くよね。2つだったら、要はその円卓上にエピックが2つと、ここのマス目も2つ以下だったらヒーローエピックが出るらしいんで、ちょっと10番赤原理論的には出るはず。でもね、俺もね理論的には出るはずって言ってて出ないこととか結構あるからね。赤原は右側なんで、マス目もね空いてるはずなんですよ。ちょっと待って、ね、先にこれ赤原はね、このなんていうの、この下、この右に出るんで、いねえしなんで、ほんとわかんねえんだけど。ちょっと待って、ね、3人やりますか。じゃこれでドーモくんをちょっと終わらせて、で、ここは様子を見る。セイラさんが金徳ですね。で、エピックやって、人がいねえ、ほんと人がいねえ。で、今エピックは全然空いてっから、ちょっと待ってね、ここは大丈夫なはず。え、ちょっと大丈夫じゃねえか。対角線上にエピックがあるとヒーローエピックは出ないはずなんで、とはいえここちょっと買ってきてえな、人がいっぱいいるから、かつなごみちゃんもいるから。盗塁掴んで、で、そろそろなごみちゃんも乗ったでしょう。
で、ここは上にして金徳を進めていきます。深上くん、で、ピッチ完了の告白が来てデートして、で、なごみちゃんは最後ね、パワヒコツ3でくれるんで、まあ、最悪パワヒは取らなくても大丈夫。で、左側でしょ。で、そうすると、そうするとよ、どこがいいんだ。え、本当わかんねえ。ここやるとなんかエピック出そうな気がするんだけどな。ちょっとここ3人いるからここにしよう。で、この2人、なごみちゃん、なごみちゃんの評価上がるからね。これプレッシャーラモン使う。で、出てない、出てないってことはなんで出てないんだろう、わかんねえ。左側だったかな。いや、赤原マジで出したい。ここ、ここやってなんで赤原出ないかな。ここの対角線上って誰、ランスじゃねえかよ。じゃ今ランス出ねえわ。じゃあ人集めまた優先していく。そうするとここが出そうな気がするんだよな。誰だったか忘れちゃったけど、678番、8番浦賀か。わかんねえ。いいや、ここで。浦賀の場所ってどこ。あ、浦賀出てねえわ。ここ3人、いや3人だけどちょっともう無理だから、ここ開けるでしょ。で、1回目、デイリー特能を取らないといけないけど、いけないんだけど、ちょっとアーサーこれで取れるかな。本当にわかんねえ、マジでわかんねえんだけど。コツ3か、潰せるもん潰しておこう。盗塁はちょっと重いから、悪気打ちは取るでしょ。代打、ベスラホーム突入、まあ、いつもの通りムード、ホームシシプレッシャーラン、盗塁アシスト、まあ、ここまでだね。で、1時を開けます。ここチャンスメーカー、アベレージヒッター。で、セイラさん、これ一番下でいいや。一番上にするとね、パワヒのコツが手に入る可能性があるけど、まあ、失敗もあるんで、まあ、パワヒは最後くれるからね、なごみちゃんが。で、エクササイズは何がいいんだろうね。これ体力は減らしたくないからな。一番上に引っかこう。経験値も結構入るし、長寿リアスも手に入るし。で、ここでしょ。で、いや、アーサー開いてねえわ。なんでだ、マジでわかんねえ、本当にわかんねえ。ランスちょっとやっとくか。じゃあで、冷静とかも潰すか。で、ピックでしょ。で、ランスでしょ。ってことはまた赤原開けたいよ。あそこがなんでピック開いてんだよ。もう意味不明すぎる、本当にわからん。33だったらここ、体力を回復しながら、で次、じゃあこの3エピックを回収するか。調査官の人数はまあそれなりにいるから、街の清掃。で、2回目か。ちょっとミートを上げたいけどな。そんなに経験点が溜まってるわけでもないんで、忘れずにエピックはやっておく。で、まあ、上げられるだけ上げておきましょう。 C とかか、しょうがない。で、D、
で、でよ、やっぱりアーサー開けたいから、アーサー開けたいけど、今やると多分ここに3つあるとダメなんだよね。3つあるとヒーローエピックが出ないはずだから、なごみちゃんとデートをする。で1つ終わるはず。それでまあ、ついでに体力回復もしておいて、でここは意外性を取りに行って、意外性も潰しちゃうと。エピック完了、進行開始が来た。でここどうする、まあ、いいか、また11月だからチームメイト評価上げときましょう。でよ、でよ、まずこれはやるでしょ、確実に。3人しかいねえ。でよ、でよ、なんか余計なのが出ると困るから、ここ、これアーサー出るでしょ。これで出なかったらもう本当にちょっとわかんねえ。でアーサーを回収しつつ人を貯めていかなきゃいけないんで、エビ進行開始してるから、アーサー出たよね。そう、アーサー出た。で一周してくる間にまた人を集めしてこよう。人集めをしていきたいんだけど、3人か。このエピックもうゼロ人になってしまった。3人やったらさ、そのエピックレベル1がきつくないか。通常エピックはもうなるべく出さないって言ってるんだけどさ、そうもいかないよね。だっていや本当に難しいんだけど、 B にしとこう。弾道は2。いやー、やるか。3エピック意外性潰すか、潰してなかったし。これはなんだ、あ、なんかチームメイト評価が、そうだよね、上がるんだよね。たまにね、通常エピックでもなんか勧誘のやつが出るからね。足りる人、足りねー。あと2人足りないってことは3人勧誘しなきゃいけないからね。3人勧誘しないと足りない。ここで、ここはもうちょっと勧誘優先で。で2回目だから、なんとなく守備力を上げておく。これどう？ OK。 レイリーはとりあえず通過した。でちょっと待って、ギリギリギリ、もう0人だよ。ちょっとマジでアーサーやんないと無理。で守備力、精神かな、噛み気がすんな。 D か、どうなんだろうな。てかそもそも守備力を上げとけばいい。なんとなく守備力上げてるけど、マジできつい。だって1人やったところでさ、アーサーが無理だからね。そうこうしてるうちにここが終わっちゃうんだよね、あと1ターンで。やっぱ人だな。そうすると人が欲しい。2人だったらちょっとカロリー食っちゃうかも。で結局はなんだっけ、クリスマスで回復できるから。ただなごみちゃんそんなに回復量でかくないんだよね。精神が4しかない。で進行開始でしょ。いやなごみちゃん本当にいいよこれで。進行開始したけど絶対足んないはず。5人、2人、3、4人回収しないと次できねえじゃん。3人か。いやアーサーが無理なんだよな。いやアーサー無理なんだよ、ほんと無理なんだよ。ここやりてえけどな。アーサーってでもすぐ終わったよね。あと何ターン、ちょっと余裕はありそうだな。やろう、これでアーサーをクリアする。逆境、さて野球が上手くなりたい。中吉以上が出れば回復はするはず。
小吉、あ、小吉でも回復するんだ、ありがてえ。でアーサーエピックはもうすぐ終わるんで、人さえいれば。でメンタル 1,2,3,4 人回収できるな。コツさんか、コツがあるやつを潰しておきましょう。アベージヒッターもいいや。意外性はもうなんだかんだで5になっちゃったからチャンスねえか。守備力上げておきたいんだよね。いや精神不足だ、しょうがない、何が来てもしょうがない。はい、総力ブースト、なんか珍しいものが来たな。めちゃくちゃ掴んだし、どうだ、あ失敗した。3個成功するのってこれほぼ不可能じゃねえか。石田、エピックでしょ。7人とかもうマジアホらしい。で赤原出したいのよ。じゃあ次赤原ここでしょ。ちょっと待って、今だってエピックどうなってる、こうでしょ、赤原右に出るはずだからここ。気分やとかいらねえ。加賀美くん先に上がろう、体力を回復する。でビッグ完了。あーこれはまあ強くでいっか、体力はマックスであるんで。でちょっと待って、今のエピック状態は7人からの、よし赤原出たね、赤原出たんで7人か。勧誘状況によってはまあやっちゃうか、行こう。2人勧誘できるからのナイトメールさんで、ここは高級筆座を取りに行く。まあ、広角砲自体がねそもそもシナリオ金属で手に入る可能性があるんで、可能性があるだけで、まあ、絶対とは言えないけど、そこら辺の調節とかもね考えてらんないよ。で進行開始したでしょ、でやるでしょ、でやるでしょ、2人かで回しながら人数集めをして、回復ができるんだったら回復をしておきたいけど、これは進みがでかいのか。赤原要員も取っとかないといけないからね。一球入魂もはや分かんねえ。1,2,3,4 人か、これでけえな。ここだって2人でしょ、今ちょっと人不足だからやっぱ人だな。ちょっと技術がだいぶ溜まってきた、守備レベルが上がってしまった。うまく調整ができるようにレベルもバラしておきたいからね。エプレミちゃんはマジで成功したい。そうするとか、円卓のナゴミちゃんマジで強えわ本当に。ちょっと待って、忘れないうちにだここのエピックやっとくでしょ。5人しかいねで、これやって総力か C にはしておこう、パワー少な、 B にしておくでしょ、ミートで使って、あと普通に回していきますか。1人、あちょっと上のエピック回収したくね。1,2,3人でかいけど、そうすると赤原が無理なんだよな。ここ経験点的にはでかいけどな。ちょっとこのオールを2つ回収する感じでいくか。勧誘は1人しょうがねえ。ナイトメールさんゲット、でプレミちゃんが走り出したけど、まあ、ちょっと C でいくか。そんなに 1,2,3,4 人か。赤原回収すればいけるか、こいつでやろう。で赤原2つ発動しちゃったけど、赤原をやればなんとかなるはず。
て、ちょっと待ってね、赤原も早えな。でこれも2ターン。ただ赤原が終わればマジでどうとでもなる。あとは全然回収できねえな。2人バント、で赤原 OK、 8人勧誘、マジででかいこれ。でそこからあとはまた勧誘をしていきたいんで、ここだね。監督評価も、監督評価もさ結構少なくなるからね。技術が結構溜まってるね。バントって1回潰せばさ潰れることになるのかな。逆境レーザービームはちょっと1きついから、長寿リアスは取っとこう。本塁生還も一緒、競争心も一緒。独身術はなんとなく取れるときに取っておくか。打開は置いておく。冷静はもう4で取る。走力ブーストも取るか。守備移動とかね、悲しいな。で俺何しようとしたんだっけ。ここだ、ラッキーボーイ。お、これ回復できるからね。赤原のイベント結構いいよね。デビル進行開始。16人、よし、人数に余裕は出てきたな。じゃあ勧誘しながらまた行きますか。全部レベル1だからな。でも勧誘する、勧誘大事。で2回目、これ以上走力上げたくないんだよね。でも牛若まで失敗してるから上げてもいいか。その分足んねえ、全然足らんわ。でメンタルでまあ2人回収しての、セイラさんやりますか。でビッグでしょ、ぽいからの進んでいく。1人0人人がいない。じゃあ進んでいこう。アウトコース、騎馬もいけるか、騎馬も回収するか。てかもう今エピックの調査してる人もいっぱいいるからな。どんどん行こう、どんどん。大丈夫か、本当に大丈夫か。一気に人が足りなくなりそうだな。あ、ハイボールヒッター掴めた。ちょっと待って、本当に大丈夫。なんかすげえダメっぽいんだけど。5人3人3人キッズでメンタルに2人か。ここも2人だったらちょっとメンタルをやっておきたい。あれ、なごみちゃんって1回デートしたんだっけ。エピック完了、代打の神様。ちょっとミート102にしておこう。走力上げとくか、溜まってきたから。 B からの人、おお、ここいいね。1、2、3人、やっぱ4人だな。ちょっともう1人でも欲しいからね今。多くで進行開始してきちゃったから、またこれがね厳しいよね。せめてこっち、あ、失敗しやがった。2つ失敗はきつい。で4人、なんだかんだで人が減ってきた。また人がいない。3人だな。ラッキーボーイがなんかさっき取った気がすんな。内角質だ。で2人
もうどん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 回収していくか。ここエピックか。やだ、ちょっともうそれはやだ。だったらこう、あそこの右下のレベル1エピックはもう回収したくない、人がいないから。なるべく通過したいな。ここだな。一応他も見るけど、そうだね、ここだね。でクレンビアちゃんやっとこう。でエピックのクネビアちゃんやって、で9人か。まあまあまあだな。で6月に入っちゃえば多分もう3人、ここ1人か。どうする、これ結構でかいよね。1人勧誘できれば、まあ、10人調査可能がいるから6月に入っちゃえば乗り切れると思うんだけど、どうでしょうか。なんか潰さなきゃいけないの、もうわけわかんなくなってきた。代打の神様取っとくか。恐怖の満塁男はまだあれか。ハイボールヒッター1でいっか。レーザービーム、ラッキーボーイ、リベンジ。アウトコースが4なの。インコース取りたいんだけど。速攻、打開か。打開かじゃなくて一掃か。悲しいなこの2つ守備道も、本当に悲しい。じゃあこっちで行こう。あ、喧嘩はね、なごみちゃんが収めてくれるんだよね。体力回復するし。でここでしょ。で調査開始可能人3人とか少な。一回ここで人を増やしておけば、あとエピック取ったとしてももう無理でしょう。もう無理だと思うよ、日程的に。ここはレギュラーになれたから下でお任せしよう。なんかさ、そのせめて絶対これでヒーローエピックが出るっていう判断ができるようになりたいんだけど、なんかわかんねえんだよな。これで出るはずでしょうって思ってても出ないから。あ、体力回復した、すげえありがたい。じゃああとはもう回収だね。こっからもう回収でいこう。回収回収で、そのために一回カロリーバー送ってしまおう。もうおいまた技術が余ってんの。てか9回とか本当に無理なんだけど、どういうこと。なるべく回復したいな。レベル4がねえのか。そうすると技術がやたらあるな。まあいいか、残り2ターンにかけよう。走塁とか来てくれるとね、すげえ助かるんだけど。だったら進みたい気もするよな。進もう、固め打ち。完了。虹谷、で調査中のエピックありません。技術足りる、これ3個突破させるのに。精神が全然足りねえわ。精神無理だなこれ。あ、最後めちゃくちゃ回収しよう。これでほいー。でそう、ここめちゃくちゃくれっか、なんか知んねえけど。パワーだな、パワーがめっちゃある。で一応ちょっと呼吸試合的に上げとこう。で101102、あと肩だな、これ精神絶対足んねえわ。でお出かけしてデートを回収しないといけないんで、空デートが挟まると終わる。こっから先はもうひたすらデート。行きましょう。
エストとか。いや、ヒーローエピック9とかほんと無理なんだけど。負けてられませんよ。あとはひたすらデート。もう練習を見ることすらない。2回くらいちょっと通常時にデートしておきたい気もするね。技術ばっかり手に入った。なごみちゃんは。ただ強化円卓のなごみちゃんマジで強えからな。レベルを上げたいね。 PSR の さてこっからあと上げられるものとすれば肩、これをどんどん上げていこう。A にはピンショーか、足りないの。お待たせいたしました。甲子園ツーアウトランナーなしという場面で飯塚投げた、カットボール。今ちょっとずらされたか、なんとなくカットボールかなっていうのは分かったけど。リードで迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面で飯塚低め外れてもナックルもね、意外に打ちやすいよね。ロックオンが効いてるから。投げた、え、ちょっと待って、取りました。今のってボール球だった。エンタクリードで迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という、あっと、いった、入った。エンタクリードで迎える7回です。これだな、狙い目。ツーアウトランナー1塁という場面でリーズ打ちました。これはで、最後のデートなごみちゃん。しかもなごみちゃん最後エピローグポイントもいっぱいくれるよね。 OK、 成功した。鶴瓶も重いからね。なるべく骸骨とかこすっていいか。足らん、敏捷ポイントが全然足りねえ。てか一番最初さ、そのわけわからず強化円卓やった時ってさ、センス×が出たんですよ。まあツイッターにもあげたんですけど、でもまあ最初だしそのままやるかって思ってやったら、センス×にしては結構いい選手ができたんでね。4点突破して牛若丸も成功してみたいな感じで。牛若丸激重だったからね。敏捷ポイント必要なの500超えてたから、なんだこれとか思ったよ本当に。そう、その時はね牛若丸も無事成功してよかったんですけど、今回2個失敗してるから、失敗せいぜい1個だよね。独身実は絶対失敗したくない。まずそれで喋りながらやってるから、独身実は絶対失敗したくなくて、あとはどっちかだよね。トップバッターは飯塚、今日はホームランを攻めて、これが強烈、いった、やっぱ深くて3つって結構つらい。そんなに数こなしてないけど、深くて3つ全部通したことないもん。でかつなんていうの、これがうまくいかなきゃいけないんでしょ。あー、こあれ結局金得って何取ったんだっけ。1級入魂とかだったよね。固め取ろう。2つか、あれなんか3つ欲しかったんだけどな。しょうがないか。こっち、なんかコツが欲しい。広角打法のコツが欲しかったけど、まあいいや、敏捷ポイント22点に入れたし。
て勝った。とりあえず101にはなった。であとはあれだよね、金徳に回さないといけないよね。取ってないのなんだっけ、1級入魂も取ってないしな。1級入魂はただ民衆ポイント必要ないからね。ツーシームかよ。てか点を取られている。ツーアウトランナーなしという場面で飯塚投げました。どうだ、行ったね。よし、エンタクリードで迎える5回です。ノーアウトランナー1、まあ、せめて特進術が成功してくれてるからいっか、しょうがねえか。リードで迎える7回です。今日2打席連続でホームランを放っている飯塚、初球打ち引っ張った。フェアなんだ。足速かった、3塁まで行けそうだったな。まあ、まだ経験点がね入る余地は全然あるんで、こっちにしとこう。で守備職人、一応勝った、102にしておこう。でどうだろうね、補給いけっかな。印象全然足んねえわ。68か、なんかいけそうな気がすんな。ちょっと待って、金徳を抑えよう先に。一球にも結構使うもんね。意外性も取っちゃおう。なったかんだね。で満塁男も摂取使うけど最後取れるでしょ。高級質だ、守備職。鶴瓶も取ってなかったっけ。内角質だも取ってなかったわ。全然取ってなかった、いろいろ全然取ってなかった。ささやきもなんか取れるから取っちゃおう。これちょっと補給無理だね。補給は無理です。お待たせいたしました。バッターは飯塚。闇だ、こいつも闇のなんだね。投げました。これだって主人公でしょ、いわゆるパワプロ君。さあ次の投球、投げました。うわ、一塁送球アウト。闇のも嫌い俺。0対0で迎える3回、独身術発動してくんねえか。1塁という場面で飯塚スラブか。最初のバッターボックスは内野ゴロ。無理だったな、打てなかったな。投げました、外を際どいボール。第3球、うわチェンジアップ。チェンジアップに全くタイミングが合いません。第4球を投げた、いやストレートかよ。タイミング合いません。マジで金縛りにやってるよ俺。さあ5球は5球目。これどう、ちょっと待って、ちょっと振り遅れたけど悩んだ、今悩んだけどなんとかいったな。エンタク、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは飯塚、投げた。よし OK、 スライダーはねなんとか見てから反応できるからね。エンタク、ダメ押しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で飯塚、フォークかどうしようかな。まだストライク取られてないからちょっと見送ろう。っていうかそもそもボール、全力ストレート。カーソルが合えば打とう。OK、エピローグもね結構入るからね。まず試合で100入るでしょ。で ここでまあ甲子園優勝の20分とか入るでしょ。ドラフト1位じゃないけど30分とか入るでしょ。なごみちゃんがすげえくれっから135で、パワーヒモ3でくれるでしょ。で佐伯さんが若干くれるでしょ。でここでなんか知んないけど30ポイントくれるでしょ。でセイラちゃんが10ポイントくらいくれるんで、まあまあまあたまるよね。で1枚1000、そう結局まあこのくらいだよね。いやわかんない、もう立ち回りがわかんねえから。さてパーヒット取る。であとはちょっと待って、恐怖の満塁男取るでしょ。で内角取るでしょ。
コツをつかんだのはまあそんなもんか。一応まあこれも取っておいて、いやー補給はもうちょっと C くらいで終わりにしよう。じゃあせっかくだから足 A にしておこう。で技術精神か、チャンス取るか。じゃあで困った時、あ広角打法を取ろう。であと打球伸び138も使うんだ。ちょっと待って、だったらさあ高速チャージサードだから欲しい。あとなんかある？窮地でも取るか。これでまあまあまあうまい感じで使えたかな。じゃあ補給ちょっと上げて、まあいいでしょう。どうしようかな、3点突破してるからまあ一応入れておくか。しかも左バッターだからね。ミートか、まずミート。守備肩守備にしとけばよかったかな。ちょっと待って、肩にしとこう。肩で出るのかな、肩って。最近肩っていうか剣かな。いやちょっと肩で見てみよう。 あった肩、守備、102の、独身術と。よし OK。ファーストが何気に最近全然作ってないからな。ファーストもちょっと作るか。今度 SS2 か。まあそんなもんでしょう。てか選抜とかセンス罰の時と関連しランクが。というようなところで、まあ金徳を2つ失敗してるからね、金徳2つ取って、っていうかさ金徳4つ取るのマジ無理なんだけど。本当にヒーローエピック9回とか難しいよね。まあもっともっとね立ち回りを練習しておかないといけないと思うんですけれども、柵山が始まるからね、もう本当に柵山できる自信がない。てかそのシナリオ金徳をうまく調整しないといい選手が多分できないから、やっぱり立ち回りなんだよね。本当強化円卓はまあね、いろいろ回収がすげえはかどって面白いは面白いけど、立ち回りが相当難しいっすね。というわけでまあなかなかね、ずっとやる時間がないですけれども、少しでもちょっと立ち回りを勉強してまた強い選手ができるようになればと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。